よく聞いて。勇気を持つのよ。ある人があなたを迎えに来る。私は一緒に行けない。それでいいの。その人は他の人とは違う。あなたを守ってくれる。彼が何をしても責めないであげて。いつかきっと分かる日が来るわ。47、こちらベンジャミン・トラビス。君の口座に送金しておいた。シカゴへようこそ。任務を引き受けてくれて感謝する。身内を手にかけるのは辛いが、ダイアナ・バーンウッドの裏切りを見過ごすわけにはいかない。こちらの処理班も投入するが、これはあくまで暗殺、君の仕事だ。理由などいらない。そうだな。幸運を祈る、47。アイスクリーム屋です。はい、わかりました。追い払います。おい、伏せろ。アイスなんかいら。相棒の方は。相棒？この任務中、重要なポイントには音声解説が入ります。音声解説に従い、敵に見つからないよう慎重に行動してください。インターフェースを見てみましょう。左下にある青いバーは体力を示しています。その隣はレーダーです。これで敵、目標物、脱出地点が把握できます。右下は武器表示です。武器が他人の目から見えるかどうかが確認できます。隣の黄色いバーはインスティンクトの残量を示しています。使い切ってしまっている場合はインスティンクト能力が使えません。ICA 幹部ベンジャミン・トラビスによれば、かつて俺のオペレーターを務めたダイアナ・バーンウッドが組織を離反し、エージェンシーの貴重な資産ビクトリアという名の少女を連れ去った。数ヶ月後、ダイアナの居場所が特定された。ミシガン湖のほとりにある警備の厳重な屋敷だ。ダイアナを排除し、少女を奪還すること、それが今回の目的だ。ここから先は立ち入り禁止区域です。この先で警備員に見つかると捕まってしまいます。姿勢を低くして静かに通り抜けましょう。前にある遮蔽物に近づきましょう。物陰へ隠れれば敵に気づかれにくくなります。このセキュリティガラ空きだぞ。どうぞ。見つけたアイテムは接近専用の武器や敵の注意をそらすために使用できます。
バケツにレンチを投げ、警備員の注意をそらしましょう。なんだ？警備員の注意をそらしました。通り抜けましょう。おい、おい。照準は近くのターゲットへ自動で移動。トリガーをゆっくりと引いて照準を安定させ、頭を狙いましょう。必ず死体を隠しましょう。人目のつく場所に死体を放置すると敵に警戒されます。機体を隠しました。コンテナにはもう一体入ります。自分が隠れる場所もあります。武器をしまってください。言いなりになる必要ないだろう。応援を地元の団体に要請。この先にいる警備員をワイヤーで音を立てずに始末しましょう。彼女は何かに怯えてる。ヘッドはワイヤーならば始末した後すぐにターゲットを引きずることができます。コンテナはいっぱいです。これ以上死体を入れる場所も自分が隠れられる場所もありません。なあ、ハンクの様子を見てくれないか。お前はやつの映ってるみたいだからな。了解、自然な感じで頼むぜ。実は俺らは知らないことになってる。ちょっと、おい、誰かいるのか。このまま気絶させるかキルするか、選択は自由です。どちらにしても彼がすぐに目を覚ますことはありません。チェックポイントを起動しました。死亡するか再スタートする場合はここからスタートします。エージェント47は訓練と卓越した判断力で周囲の異変にすぐ気づきます。庭中に警備員が配置されています。誰かに気づく。発見されてしまいました。逃げてはいけません。降伏を装うか、おとなしく人がいない場所まで行ってから敵を片付けましょう。司令官、ターゲットは降伏した。これより何今すぐ敵の攻撃から身を守るためには遮蔽物に避難しましょう。周囲を制圧しました。先へ進む前に後片付けをしましょう。現在サイレンサーがついていないため敵が警戒してしまいます。サイレンサー付きシルバーボーラー拳銃の使用を検討しましょう。司令官、背中に気をつけて。強者が出ている。動くな。死体を下ろせ。手を見える位置に置け。こちら6班、問題なし。どうぞ。必ず死体を隠しましょう。
人目のつく場所に死体を放置すると敵に警戒されます。周囲の話に耳を傾けましょう。重要な情報が得られるかもしれません。ほとぼりが冷めたかどうかも分かります。よく言うぜ。うちの女房は週一番のゴシップ好きだからな。こうなる定めだったのさ。心遣いには感謝さ。悪いことは言わ、インスティンクトまたはレーダーをもとに脱出地点を見つけましょう。兵士がたどる末路は不可、絶望か死だ。どちらにせよお先は真っ暗。言葉の通じない連中に囲まれ、ゴキブリがはびこる宿で過ごす羽目になる。ハンク、あんた大丈夫か？大丈夫。インスティンクトを使って敵の動きを予測しましょう。警備員は手すりに向かいます。捕まることはないでしょう。とりあえずゆっくり。ナイフや貫通する武器は暗殺はもちろん、敵の注意をそらすこともできます。ターゲットを狙います。投げてください。手すり越しに死体を捨てられます。誰にも気づかれずに温室へ入るには変装が必要です。変装手段を探します。